はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。アトラスピアノですね、入ってきました。 A22H という、スタンダードモデルになります。黒い猫足のピアノになりますね、こちらになります。ご覧ください。はい、普通のピアノですね。普通のピアノあの、黒いピアノで、普通でいいと、値段は安い方がいいと、そういう方にはいいですね、こういう感じで、全体的に擦り傷がいっぱいありますね。こういうところもね、傷がいっぱいありますね、このピアノは外装修復が大変そうなので、どうしようかな。外装現状でちょっと安く出そうかな。で、外装全部やりたいって言わはったらその値段を提示しますが、これ見てください。これ下になんかね置いてはったんですね、傷があります。で、外装きれいにはね、清潔にはしますけれども、修復が結構これ何日もかかって大変なので、出荷ピアノが今ね30台ぐらいあるかな。なので、ちょっと追いつかない状態なので、ちょっとこれ外装を省略させてもらおうかな。楽器としてはね、まだ音出してませんがいいとは思うんですが、アトラスもねこんな状態です。はい、綺麗ですね、A22H の620837というね、中はこんな状態です。ざーっとね、外装現状でお値段を出してみようかと今ふと思いました。はい、いつも直感で喋ってるのでね、社員にたまに怒られるんですが、社長それはちょっと利益なさすぎますよとか言ってね、この間もね、もう完全現状で7万8000円かなんかピアノ私値段つけたら、ちょっと社員に怒られました。社長これ赤字ですよとか言って言われてね、確かにあの中にちょっとスティックっていうね、鍵盤の動きが少し悪くなる症状が後で見つかったんですよ。で、それ修理してたら完全赤字なんです。でもそれ修理して出しましたね、もちろん、届けてから不具合が出ると具合悪いので、いくら完全現状言うてもね、いつも言うようにメルカリとかヤフオクで買うとそのままの状態で手に入りますからね、個人売買の場合は。でもうちはやっぱりちゃんとしたね職人がいる会社ですから、まあ、いくらなんでもそのまま出せないので、いくら完全現状言っても見るんですよ。そうすると、社長、この値段ちょっと安すぎますよ、言ってね、たまに怒られます。この間も怒られました。はい、おお、これはいい音や。おお、低音も鳴る、これ。どうしようかな。外装の修理ちゃんとして、値段つけましょうか。修理代がね上乗せになります。わあ、音いいわこれ。ああ、これ。めっちゃいいですね、これ。このピアノ。音は言うことなし。ね。調律もそこそこね、綺麗ですね。ただ外装が、ちょっとこれ、難がありますね。インド料理ありませんが、難があるので、やっぱりお安くしようかな。
もう中身音が良ければいいとね、タッチも音も良ければいいと、中もちゃんと手入れしてあればいいと、ただ外装は我慢すると、見た目は気にしないという方のためにいつもよりはお安く出すことにしますね、これお得だと思いますこのピアノは。はい、アトラスの A22H でしたっけ。はい、A22H のご紹介でした。それではさよなら。